世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は中国のレアアース輸出規制に対する日本の技術開発について海外の反応とともにご紹介していきたいと思います。ホンダは7月12日大同特殊鋼株式会社とともに重機土塁完全フリー熱間加工ネオジム磁石を世界で初めて実用化しました。そしてハイブリッド車用の駆動モーターとして新型フリードに採用すると発表しました。これは重機土塁を使用しない磁石の開発に成功したという非常に画期的な出来事です。従来のハイブリッド車のモーターにはジスプロシウムなどの重機土塁が使用されていますが、ジスプロシウムの生産量は中国がシェアの多くを占めており、過去には価格が高騰するなど調達面での問題も生じていました。中国メディアのジンリートーティアオはホンダが発表した重機土塁完全フリーの HV 用モーターについて中国に往復ビンタを食らわすほどの画期的な発明であると伝えています。中国はレアアース分野において資源大国として資源型経済を構築してきました。しかし単にレアアースを採掘し生成して輸出するだけの構造は科学技術型の経済で未来を切り開こうとする日本によって淘汰されるという見方を示しました。重機土塁完全フリーモーターはコスト面でも従来のモーターに比べて1割程度下がる見通しです。ホンダは重機土塁完全フリー熱間加工ネオジム磁石を順次新型車に適用していく方針を示しており、それだけ中国産のレアアースへの依存を減らそうとしているのです。中国はこれまでレアアースを戦略資源としてみなしてきました。記事が重機土塁を使わない磁石の開発について中国に往復ビンタを食らわす発明であると指摘したのは、技術の進歩によってその戦略性が崩れるかもしれないためです。この記事に対する海外の人たちの反応はどのようなものなのでしょうか。詳しく内容をご紹介していきます。往復っていうか報復だな。プラチナも必要性が減少しているから金より安い価格になっている。プラチナは産業的利用価値が下がればステンレスと見かけも機能も同じだよね。昔は金の2倍くらいしたけど、採掘による公害も減るわけだから長い目で見れば中国にとっても朗報だろう。過去には価格が高騰するなど調達面での問題も生じていたではなく、過去には中国政府が日本への嫌がらせのために価格を高騰させただよ。若者に正しい知識を、輸出を停止させたが正しいかな。そもそも中国のレアアース、タングステン、およびモリブデンといった原材料3品目の輸出を規制することは WTO 協定違反だしね。日本はピンチになると頑張るんだよな。中国は日本を追い込みすぎて失敗したな。中国が出し惜しみしてくれたおかげで日本は開発できたんだろうな。実際パニックに近い状態になったけど、他国と契約を結びに飛び回ったり、穴を開けないように現場でなんとかならないか工夫したり大変だったのは確か。まあこんなこともあろうかと研究していたんだろうね。レアアース禁輸の話が出た途端に代替技術が出てきた。ついでに海底から得ることも報道された。海底探査ができたのはこれまで海底探査をやってきた結果だから、レアアースを使って磁石を作れるのは日本や先進国だけで、中国自体は作れなかった気がするんだが、売れない在庫抱えてどうするんだ。あれから何年も経ったが、中国はレアアースから自前で磁石を作れるようになったのだろうか。まあ作れていればこんな記事なんて書かないだろうけどな。ジスプロシウムが必要なくなったところでネオジムは結局中国から輸入なんですけどね。中国の工場で磁石の形にまで成形して日本で着地して終わり。ネオジム磁石なんてもうその程度のものなんだ。南鳥島付近の海底ではマンガンノジュールの玉が広がっていたのが圧巻だったな。レアアースも豊富にあるそうだし、日本人の執念深さは食べ物にだけって話だったのに。
中国が意地悪するから罰が当たったんだよ。なぜそれがわからないんだ。日本に対して良心的な商売をしてたらこうならなかった。多くの場合、レアアースを採掘する泥は有害物質も含んだ毒の泥だよ。自分で使えないのに規制なんてしたらこうなるのは分かってなかったのかな。立場を客観的に見て不利なのがどっちかも分からなかったのかな。最近の中国の焦りがすごい。日本は中国の文化を受け継いでいるとか、根拠もなく日本はもうダメだとか、いやお前らが売ってあげないとか言い出したんだよね。戦略資源ってそういうことだよね。依存させて難癖つける時に利用する。研究自体はいろんなところで行われてて、量産技術やらコストの面で問題があるから日の目を見ていないなんて、代替技術は我々が知らないだけで結構あるんだろうな。中国共産党の幼稚な脅迫外交が招いたブーメランだね。こうやってずさんな資源開発のツケが中国国民に押し付けられるわけだ。日本は資源に恵まれていないから逆に技術が磨かれた。自業自得と言いたいところだが、嫌がらせをしなかったとしても遅かれ早かれこうなっていただろうね。中国はその未来をいち早く手繰り寄せただけ。いずれにせよ、中国は目先の利益にとらわれて愚かな選択をしたものだ。あんな嫌がらせしなければもう少し長くレアアースで儲けられていたのにな。あの時は日本のマスコミが騒ぎまくったね。中国に早く謝れみたいな報道だった。あれは忘れない。過去にレアアースのシェアを盾に出荷を制限するなどの政治的利用をしたことで、中国は自国の首を絞めてしまうことになった。もしあの一件がなければ、レアアースフリーの技術には到達しなかった可能性もある。姑息な行動が自らの経済に影を落としてしまった形だ。数年前からこのペースで採掘を続ければ10年で枯渇すると言われていたし、次は石油フリーのプラスチックかな。以上が海外の人たちの反応になります。日本の新技術に期待する声が大きいですね。レアアースの一部の鉱物は日本経済の支えである先端自動車生産に不可欠な素材です。2010年のレアアースの輸出規制は2005年の日本製品不買運動以上に損害を被る可能性がありました。しかし日本人たちは2005年と違って恐ろしいほど冷静に将来のために動いたのです。日本はレアアースの供給確保に最大の努力をしました。2012年4月、日本の大企業日立がレアアースを使用しない産業用モーターを開発しました。2015年の経済産業省の報告書によりますと、レアアースの使用量を減らすための技術開発が多数の企業で進められました。技術開発をこのように素早く行うことができたのは、実は2007年からすでに関連分野への投資があったからです。その一つが文部科学省が2007年に着手した元素戦略プロジェクトです。このプロジェクトには20以上の大学や企業が参加しており、代替材料の研究にかなりの成果がありました。そして2010年以来、レアアースの代替材料の開発にその研究成果が応用されたのです。2012年3月には米国、欧州連合とともに中国のレアアース輸出規制を WTO に提訴し、2014年8月に中国の規制はWTO 協定違反という判決を引き出しました。レアアースの紛争は結局日本の勝利に終わりました。そして中国へのレアアースの依存度は2009年の 86% から2015年は 55% まで低下しました。一方、レアアースの価格が急落したため、中国のレアアース業界は2014年に赤字を出しました。結局 WTO で敗訴した中国政府は2015年1月、レアアース輸出規制を全面撤廃したのです。そして2018年2月、トヨタ自動車はレアアースの使用量を半分に減らした磁石の開発に成功しました。
日本企業は2010年の衝撃を忘れず、今もレアアース需要を減らすための技術開発を止めずにいるのです。いかがでしたでしょうか。日本は石油で苦しめられた歴史経験があります。中国はレアアースショックを狙ったのかもしれませんが、その経験があるからこそレアアースフリーのモーターを作り出すことができたのです。経験は財産であり、ないならないなりの工夫をする、それが日本の技術者の強みと言えるのかもしれませんね。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。